はい、こんにちは。自然療法チャンネルブナの森です。今日は自転車でアンチエイジングっていうのをやってみたいと思います。えー、年を取るとどうなるかということで、まあ、老化現象ですね。で、筋肉量が減ります。それから代謝が減ります。まあ、代謝が減るということは、その熱量が減ったり、消費カロリーカロリーが減ったりします。で、血管が老化していきます。アテローム効果動脈硬化ですね。成長ホルモンが減ります。 これはは歳をピークに成長ホルモンいいうのどどんどん減っていきます。それから胸腺が萎縮します退縮といってその胸腺っていうのは、えー、胸の胸骨の後ろ側にある白血球の大学みたいなものなんですけどこの胸腺を卒業すると NK 細胞っていってその白血球がパワーアップします。でこれはそのがん細胞なんかもその攻撃してくれて食べてくれるんですけど。 まあ、そういったその胸腺が萎縮すると、そのエラーあのー、まあ、不良ですねが、その誕生したりして、それがかえってその自分の細胞を傷つけたりしてしまう。それがまあ老化って言われてるんですけど、えー、ある意味、その時限爆弾みたいなのが、そのスイッチが入るのがこの短縮まあ、萎縮ですね。これが老化現象と言われています。で、これがその20歳をピークにどんどん萎縮していきます。それからその神経も鈍くなっていきます。 でこういったものを、まあ、ちょっと抗えないものもあるんですけど、えー、自転車であのアンチエイジングしていこうっていうのが自転車がアンチエイジングにいい理由っていうことで、えー、1歩くだけではその運動強度が足りないんですけど、あのー、平坦地をそを同じ距離その自転車と歩きでその同じ距離 走った場合、35%自転車の方があの楽なんですけど、これがですね坂になるとあの全く変わってきます。で1%の坂で平坦値の1.7倍、2%の坂で2.3倍の運動強度、これがあの上がります平坦値に比べてですね自転車の場合です。なのでその坂を登ったら有効にそのトレーニングできるということですね。 それから上り坂だと心拍数も上げられます。ランニングで心拍数を上げると結構大変なんですけど、自転車だとすぐ百八十とかまあ最大心拍数ぐらいまですぐ行ってしまいますので、えー、心拍心肺機能をトレーニングするにはあの持、ー、ってこいです。それから、えー、大きな筋肉を鍛えられるということで下半身には体の七割の筋肉があります。まあスクワットをしているようなものなので、えー、ほぼ 体の7割を鍛えていると考えていいと思います。これらがその自転車がそのアンチエイジングに向く理由ということです。まあ一言で言ってしまえば自転車でアンチエイジングしましょうということです。またこの続きはやりたいと思いますのでよかったらチャンネル登録お願いします。